結構早く投げれるじゃんこれ。おーじゃあということで人間ボウリングしてやったんだヨネシさん、アッコです。ヒロです。今日は人間ボウリングするので、はい、大きいピンが必要だよね。大きいピンが確かにね、用意したよ。人間サイズですからね。これが大きいボール、これね、バケツ、これを2つ組み合わせてボウリングのピンにするということで、そう、こういう感じね。なんか一つ逆やな、あれ一つおかしいんだけど。結構ね、あの硬いからね、スピードいると思う。せーの、おお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 マイナス、おしマイナス、ハッピー7本ということで、記録7本。祭りで俺ら出店しようから。ユース出店、オッケー。ずれた。ピッピーン。真ん中に行かないと多分無理なんじゃないかな疑惑ある。戻しちゃダメじゃん。次二球目だから。全部セルフだから。そうだね。あの普通ボーリングじゃったらこうやってなるけどね。うわー！おー！おー！うわー！おーい！ずりーこいつ。こいつだー。あーチート使えなかったこいつじゃあ持ち越しだね。7単ですね。次はこの超巨大ボール、このバランスボール結構飛ぶんで、遠投ボーリング、まず当たるかどうかすら分からない。当たるかどうか、そう、2球難しいから1球勝負でどっちが多く倒せるか、まあ、さっきの倍ですね。本当は右利きなんだけど、大きいボール左でしか投げれんねんって。だからちょっと左で投げます。当たるか、あー外れた。ガーターあ、やべ、ちょっともう一回やろう。当たるまでやろう、これこっちより投げよう。あー叩いてー、あー当たいや、どうなんだろう。あらー、ここかい、奇跡、同じとこ、まだ手を引き上げ。じゃあ第3ウェーブはフリーキックで、同点ながらここだけチョコつけよう。で取りに行けよ。蹴った瞬間走れよ。キックベース。マジかよ。コントロールが好きやろお前。え？すごくない？俺どうやって勝てばいいの？今のはミラクルショットすぎ。落ちる。いやもうフリーキック始まった。ゼロ本。はい、ということで発射台が完成しました。この土手がさ結構急なんだよね。だからもしかしたらだけど、これ1回で終わるかもしれない。発射台が終わるかもしれない。発射台か、びっくりした。俺らが終わるんかと思った俺らもいろんな意味で終わるけど、お尻からじゃなくて頭から滑ってんの。え、大将ヒロミって2回目行くわ俺が。結構怖いなここらの準備が、この臨場感伝わってるから。行きます。ストライク倒さなきゃいけないからね。ストライクもう確実に、絶対にストライク。3 2 1。ゴーゴー。
土手でスポーツしている、運動している皆様にエンターテイナーを届けてください。スタート。スタート。スタートですか。行くな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 。お前助走つけるんだろ。3 2 1